日本記録に挑戦しております。湯桁さん残り 100m。 大幅な日本記録、日本新記録の誕生の模様です。薄曇りの埼玉県川口市青木公園陸上競技場です。川口市長距離記録会の男女 5000m 決勝、男子17名女子3名の混成レースで行われます。女子は市立川口高校陸上部の現役女子高校生2人とフルマラソンの60代マスターズ世界記録保持者湯桁真理子選手の3人。湯桁選手は自己の持つマスターズ 5000m 日本記録更新を狙います。男女混成20人のランナーが一斉にスタートを切りました。まずは女子高校生2人が前へ出た。湯桁選手は冷静に最後尾からレースを組み立てる作戦のようです。前を行く集団に惑わされることなく、湯桁選手は自身のペース1周およそ90秒のペースを刻む戦略。女子高生2人にも大きく水をあけられますが、全く動じる気配は感じられません。無駄のない綺麗なフォームで淡々と歩を重ねる湯桁選手、62歳とは思えない力強い走りです。今ちらりと時計を見たか、作戦通りと確認したのでありましょうか。後半に入ってペースが落ちた男子選手を次々と捉え出しました。去年12月の埼玉国際マラソンを2時間56分54秒で完走、自らの持つ世界記録を更新しました。60代の女性では地球上ただ一人のサブスリーランナー、その称号を証明するかのような力強い走りで男子ランナーを抜き去っていきます。おっと、湯桁選手2600メートルを超えレース後半戦に差し掛かったところで、前を行く女子選手、現役高校陸上部の2人を射程圏内に捉えたか。女子の先頭はまもなく3200メートルの通過であります。11分53秒、湯桁真理子さん。先週、この競技場でマスターズの3000メートルの日本記録を樹立した選手でございます。本日は5000メートルの日本新記録を狙っております。このままのペースでいきますと、日本新記録の誕生と思われます。明らかに走りのダイナミックさで湯桁選手が現役高校生より勝っている。ここで2位に上がりました。一気に抜き去る60代世界最速女王、その勢いは全く衰える様子がなく、さらにトップに迫ります。やや険しい表情ながら目は猛禽類のように鋭く、トップを行く選手の姿は今日の獲物を捉えている。湯桁選手と女子トップの間には男子選手もいなくなりました。いよいよ一騎打ちの様相が高まってまいりました。さあ、皆さんの応援拍手で日本記録誕生にお願いします。残り2周 800m、 2人とも素晴らしいペース、捉えません。2人のデッドヒートは疲れた男子選手を置き去りにして、ますます激しさを増します。逃げる16歳、追う62歳、年齢差40歳以上。しかしながら力強くしなやかで美しいフォームは年齢差をほとんど感じさせません。女子の先頭はあと4400メートルの通過であります。16分28秒、この1周が90秒。ぐんぐん加速する湯桁選手、トップ交代は時間の問題か。さあ、女子の第2位の湯桁さんがトップにだいぶ迫ってまいりました。その差2メートル、
必死の形相を湯桁選手。ただいま17分。いや、しかしここでトップの女子高生がギアを上げた。さあ、日本記録は残り1周 400m。 大幅な大会に場内アナウンスに刺激されたか、いかに世界最速女王とはいえ62歳に負けるわけにはいかない、負けじ魂が燃え上がったか。観客も固唾を飲んで2人の美しきマッチレースを見守ります。年齢差40歳以上の名勝負、どちらも引かない。さあ、女子の先頭は川口市立の原さん、いよいよ 4800m の通過であります。17分56秒。ただいま18分ちょうど。表情は女子高校生の方がやや余裕があるか。湯桁選手、顔を歪めながらも最後の力を振り絞ってダイナミックなフォームは全く崩れない。62歳のエネルギー、どこから湧いてくるのか。続きまして日本記録に挑戦しております湯桁さん、残り 100m。 大幅な日本記録、日本新記録の誕生の模様です。やりました、湯桁選手、自身の持つ日本記録をなんと40秒以上縮める素晴らしい日本新記録、18分39秒71。一体どこまで進化を遂げるのでしょうか。おめでとうございます。どこにいるのかと思いましたよ。真正面に行った。だってそしたらもう来たよとか言ってくれればいいのにさ。いや、言わないから私ずっとアップしながらもう緊張携帯見てたから、アップが途切れてやったんだよ。ごめんなさい。そう、もう途切れ途切れ、いつ来んのいつ来んのって気になっちゃって、もうアップが適当だけどもいけたけど。いやー、でもすごかった。ありがとうございます。あの3分50と思ったけど、はい、最初3分45ぐらい通過したら、はい、あ、これいけるかもって思ったの。あ、このペースで、はいはいはい、このペースいけるかもねと思って、あの3分45だと1周、今度90、いい90だけ頭に入れればいいの。90だからあそこの通過が、はい、あの15、45とかこうね、綺麗に15と45、あ、15なの、とにかくすごい分かりんの。だからもう15、15見ながら行った。そうかそうか。で、前にさ、女の子2人だからさ、はいはいはい、あの女の子をつこうと思って、だからすごく助かった。あ、2番手の大きい女の子が落ちてきてるの分かったから、はい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 、あ、もうあの子だと思って、あの子につこうとした。いや、2人がいて、じゃあすごい良かった。そう、良かった。で、もう1人の子がもうちょトップの落ちてきたけど、うん、あの、柏木先生がほら放送したから、はいはい、えっと思ってあげたじゃん、ラスト。いや、暴れは高校生だいね。あの力はなかったから。でもよかった。私は初めてだったんですけど。すごいよね。お前初めてなの？はい。うわー、素晴らしい1位。おめでとうございます。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。いくですか？いや、まだわからないです。ミニタイムだったんで、ね、18分30ちょっと？多分それぐらいです。ね、競り合って、あなたの存在がすごい助かった。ありがとうございます。あれ中たるしなかったら絶対もう19分切ったギリギリ切ったくらい。わー、よかった。一つの壁だから、よかったね。ここじゃ大好きだから。大好き。だってここの教員だから大好きだから。いやでも井桁さんも力もある。そう、私ここの教員だよ。私川越女子高校。それで今年今結構あの5000は出てないけど3000、1500、800とか出して、それで今日はあのやってみました。大好きだと思います。じゃあお二人もじゃあ湯桁さん目指して。いやいや、そんな頑張ってください。ご協力ありがとうございます。ありがとうございます。すみません、本当すみません。もう何も言えないですよね。もう本当にもう日頃からでも努力がもう大事なんだなっていうのはもうよくわかりますよね。本当に。先生は今いくつですか。まあ私28です今。あ、じゃああと40年は。40年はまだまだ。大会には川内優輝選手も出場し、5000m で圧勝。レース後は埼玉が誇る2大スーパーランナーがエールを交換しました。あの今日あの同じ埼玉の湯桁さんが日本記録を
大幅更新という、はい、素晴らしかったですね。本当に私も見てたんですけれど、はい、でもまた良かったのが最後市川口の高校生が追いつかれそうになってからこう逃げたので、はいはいはい、多分アルディキュさんも何をって思ってこう頑張れたっていう部分があったと思うので、はい、あそこはあの高校生が最後いじみしてくれて、はい、やっぱイケルさんの記憶にも何秒かプラスになったのかなっていうふうに思いました、はい、ね、埼玉の高校の教員ということで、はい、はい、私も元事務職員なので、そうですね、そうですね、川内さん、こういう方がいらっしゃるっていうのは将来的な何か川内選手も、そうですね、一緒に行くでしょ、もちろんです、もちろんです、ね、もうやりますよ、はい、どこまでも、ね、どこまでもやるどこまでもやる、生涯現役が目標ですから、同じ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 、はい、そう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 、全員生涯、そうで落とさずにやってください、はい、私もいや嬉しいな、この2人がこんなに、いやなんかちょっと緊張しちゃいました